姫様、拷問の時間です。姫様は王女にして国王軍第三騎士団騎士団長、王国の秘密をやすやすと話すことは決してない。のんきなものだな。地獄を見るとも知らずに。私が教えてあげるわ、本当の拷問ってやつをね。たとえこの身を焼かれ焦がされたとしても、私は沈黙を貫く。